ヤストはオペレーティングシステムの設定と構成管理のためのツールであり、オペンスセやノベルの派生商用ディストリビューションに採用されている。また、かつて存在したユナイテッドリナックスでも採用されていた。オートヤストはインストールの自動化ツールであり、ヤストに基づいている。スセディストリビューションは1996年5月のリリースで最初にヤストを採用した。 ヤストはフリーソフトウェアであり GPL でライセンスされている。トゥイ a ンのヤストヤストはスセリナックスの管理保守ツールである。管理者がソフトウェアをインストールしたりハードウェアを設定したりネットワークやサーバーとしての設定をしたりといった作業をする際に使用する。ヤストには GUI のフロントエンドとナカアシスのフロントエンドがある。後者は GUI を使わずにインストールする場合や低速なインターネット接続経由でシステム管理作業をする場合、あるいは GUI が使えない状況でブートしなければならないが、高機能のパッケージマネージャーが必要な場合に便利である。y a s の表示設定モジュールは SUX2 と呼ばれる。OpenSSE10.3 では GNOME ユーザー向けに再設計した y a s を新たに加えた。 新たなモジュールとして、コミュニティロポジトリーズが加わり、よく使うリポジトリを容易に追加できるようになった。また、旧イメージングツールにより、独自のスせ、イメージを容易に作成できるようになった。YAST のパッケージマネージャー機能は、ZIP プロジェクトに成果を使っている。当初、z イ p を採用した YAST には、性能問題があり、起動に時間がかかっていたが、 10.2及び10.3では改善されている。OpenSSE11.0α3 から z イ p はサッとソルバプロジェクトに統合され、YAST は他の RPM パッケージマネージャーよりも高性能になっている。オ t YAST は一つ以上の OpenSSE システムをユーザーが全く介在しない状態で自動的にインストールできる。オ t YAST によるインストールは インストールおよび設定データを含む制御ファイルを使って実施される。現在のシステムのプロファイルは、ルート、オートイヤスト、XML にある。ありがとうございます。